三保シルベでは観光客の方に三保の松原や富士山の価値を紹介するっていうのがまず第一の役割なんですけれども、それと同時にこの美しい松原の風景を後世に引き継ぐために、松原をどうやって守っていったらいいかっていうのを紹介したり、あと実際に守っていくための取り組みの拠点となる施設でもあります。世界遺産に登録された頃は松材線虫病、いわゆる松食い虫による松枯れの被害が多かったんですけれども、防除 の事業を徹底して行うことでだいぶ被害を抑えることができてきています。健全な松原を作っていくためには、本日しず鉄ストアの皆さんにやっていただいているような松ばかきというのもすごく大事なことですので、私も静岡市で生まれ育ったんですけれども、大人になるまであまり来たことがなかったんですが、すごくいいところなので、近場の人にこそぜひ足を運んでほしいな。でさらに良ければ松原保全活動にも年中無休で受け付けてますので、一度参加してみて、楽しいなって思ったら何回もやってもらえたらいいなと思ってます。陸の豊かさを守るってことで、ゴミゼロの日に合わせて、ぜひここで、世界文化遺産のね、清水の宝ですからね、少しでも、力になれたらと、思っております。また継続してね、この活動というのをやっていきたいと思っております。人の役に立つのが好きだもんでね、これからもこういうのはどんどん参加したいですね。地域貢献という意味では、自分も参加したい気持ちがあったもんで、こういった機会に参加できて、すごい嬉しいですね、はい。高校時代にこの辺の掃除っていうのはもう毎年やったんで、5月の連休後に何十年かぶりにできて楽しいです。三保に住んでたので毎日のようにここ散歩に来てたんで、なので綺麗になるのは気持ちです。2回目なんですけど、結構やっぱ松葉の量は多いなと感じました。これからも引き続きこういう機会があったら頑張っていきたいなと思います。規則にのっとりゴミ捨てをして、ポイ捨てなどは基本しないようにっていうのは心がけてますかね。またね、こういう活動をね続けてね、きれいに自然をね守っていきたいと思います。積極的に地域に貢献していきたい。地域の方であったりとか観光客の方もいらっしゃると思いますね。いい羽衣の松、三保松原でありたいなと思います。